今週のテーマは未来につなぐ震災伝承、岩手復興未来塾震災語り部等ガイドサミット。震災からの復興を担う人材育成やネットワーク作りを進めていくために開催されている岩手復興未来塾。今年度の2回目は東日本大震災津波伝承館の開館3周年に合わせて、県内外の語り部や震災伝承施設のガイドの皆さんと未来のための伝承発信を学び合う震災語り部等ガイドサミットとして9月25日に開催されました。午前の部では震災以降の視察と東日本大震災津波伝承館の解説員による展示解説が行われました。午後の部では兵庫県の北淡震災記念公園の米山正幸さんによる基調講演が行われました。やっぱ年月は記憶の風化っていうのを本当に押し付けてきてます。忘れてしまったらダメなことってあると思うんですね。愛する人、愛するふるさとをもう二度と奪われたくはないっていうのはもう本当にその思いはあるんで、だからあの時の悔しさ悲しさを繰り返さないためにも、状況が変わってきても後世に語り継ぐ必要っていうのはあるんかなと思いますね。またパネルディスカッションでは震災の伝承活動について学び合いました。語り出したいタイミングも本当にそれぞれだと思うので、そういう意味では各市町村に1つか2つずつぐらいこう語れる団体がいて、プラットフォームとして残し続けていくっていうのはすごく大切かなというふうに思っていて、何かしらしたいな、伝承活動にちょっと携わりないなと思った方が、まずちょっと話を聞いてみる方がいるっていうような体制は今後特に必要になってくるかなと思います。県はこれからも東日本大震災津波の事実や教訓、復興の歩みを進める姿を発信していきます。岩手ワンコ広報室、次回もご覧ください。